ってるね。わあ、わかりました。うん、これルノワールのムーラン・ドラ・ギャレットの舞踏会っていう、まあ、初期の名作ですよ。うん、なんか文句をつけたい。なんかあの人の体とか頭に、なんか点々がいっぱいあるんですけど、はい。これね。これは何なんでしょう。これね。はい。まあ先にあの言っとくと光なんだけど、光なんだけど点々に見えるよね。はい。これあの前にモネの印象日の出のところで言ったさ、ルイル・ロワの記事にあるアカデミー画家の晩餐親父に言わすと、はい、頭はハゲているのかってツッコミ入れるとこだよねこれ。服に何かついとるが誰も取ってやらんのかみたいなこと言うよね。随所にあるよね、随所に反転になってるよね、はい、なるほどね。これは多分当時の人もだからそう思ったんだよ。何この反転って当時の人もそう思ったと思うんですよ、はい、あのそれでこれがルノワールの初期の頃の最大の悩みどころだったと思うんですよね、はい、まずこの作品の発表までのちょっと流れを振り返ってみようかと思うんですけども、あのモネの印象日の出が出たその第1回印象派展ね、あれルイル・ロワの記事のおかげでさ、あのそれなりに人は来てくれたんだけれどもさ、全然足りなかったんだよね。まず来た人数からして足りないし、からもう作品が全然売れなかったんですよ。でもう大赤字って何回で、会社はもうその年の暮れには解散しちゃうんですよ、仲間たちの出資会社。それでもうルノワールはこれじゃ食っていけんって言って、次の年の75年には国の展覧会のサロンに復帰しちゃうんですよ。だけどやっぱり落選しちゃう、やっぱりあかんかみたいなね、はい、でこれにドガが、この YouTube の視聴者が大好きなドガが、はい、めっちゃ怒るんですよ。あー戻ったか、うん、それ違くねえかと、うん、そのサロンがねの審査基準とかね気に食わないと、俺たちのアートを認めないやつらにところに出すことないって、自分たちの展覧会やろうっていうことで始めたんじゃなかったのって、おそ売れなかったかって簡単に戻んのかよみたいなことをドガは言うんですよ。でこれが後々まで続く印象派でずっとここで揉めんの、ドガ派とそれからルノワールモネ派がいつも揉めんの。でいつもピサロが間に入って、まあ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 って言ってなんとか続けていくっていうことになるんだけど、そのドガ派とルノワールモネ派がなんで揉めたかっていうと、そこなんだよ。正論ちゃ正論なんだよドガは、はい、いや そうだよね確かにってなんだけど、でもそれを言えたのはドガはサロン入選の常連組だったし、違う理由でサロンの展示方法が気に食わないっていう理由で印象派展に参加した人じゃない、はい、で印象派展に参加しても作品売れるんだよドガは、うん、あのこんな点々な作品じゃないから、はい、でドガはそれ売れるからそういうこと言えるんだよってなるわけ、ルノワールとかしてみる、はい、でこの時のルノワールの有名なセリフがあって、いやお前サロンに戻るのはね、あの裏切りだよって言われた時にルノワールが、いやそうは言うけどねドガなんね、サロン通さずに絵に触れることができる愛好家ってね、パリに15人いませんよってそう言って、まあサロンに出品するんだけど、やっぱりダメだったんだよね、はい、それで印象派展も赤字で会社解散しちゃうしっていう、そんな厳しい状況だったんだよ、もう、あのルノワールもモネもね、モネなもう相変わらずお金に困ってたわけさ、はい、でところが印象派展の方にはですねスポンサーが登場するんですよ、うん、それがポール・デュラン・デュエルっていう画商なんだよね、うん、でこの人はこいつらはこれから来るんじゃないかっていうのを認めてくれて、うちの画廊でじゃあ第2回目やりましょうっつって場所提供してくれるんだよ。でそこにルノワールが出したのがこの作品だったのね、横の中のラフっていうので、
でこれがものすごいやっぱり叩かれて、うん、紫の紫斑が出てるけどこの人は生きて大丈夫だろうかみたいなことを言われた、はい、これもほら同じでしょ、はい、斑点あるけどどうしたんですかっていう、はい、感じじゃない、はい、ここなんだよ。でこれどうしてこうなるかっていうと、はい、要するにルノアールはあの印象派の筆色分割っていうね、あのグラデーションじゃなくてこう絵の具のブロックで光と色彩を表現していくっていう、この技法を人物に使おうとしてるわけさ、はい、で筆色分割っていう技法もそう、あと印象派のもう一つの特にモネルノアール派の特徴として黒の中にも色がある、白の中にも色があるっていう主張があるんですよ、はい、純粋な真っ白っていうのはないと、純粋な真っ黒っていうのもないっていうね、だから真っ白や真っ黒使うのやめようっていうのがあるわけ、はい、だから黒じゃなくてよくよく見ると影も青や赤や入ってるじゃないかと、だから紫で影を表現していこうっていうのを特に初期の段階はよくやったんだよ。だからこう紫で影を表現しようとするから紫斑みたいになっちゃうし、はい、ブロックでハイライトを表現しようとグラデーションじゃなくてブロックであれするから斑点みたいになっちゃうっていうことなんだよね、はい、でこの影にも色があるから紫で表現しようっていうのは日本の黒田清輝がさ、はい、その頃パリに留学して覚えて帰ってくるんだよね、はい、でだから黒田清輝たちはさ紫派って呼ばれたんだよね。だから影は紫でするっていうのは取り入れたけどブロックでやるっていうこの筆色分割は黒田清輝たち取り入れてないんだよ。やっぱりそれだとどうしてもこうなるんだよ、斑点になっちゃうんだよね。でドガだってそうだよ、ドガも人物に筆色分割用いてないですよ。でこう人物に筆色分割用いるとどうしても斑点にならざるを得ないっていう問題があったわけですよ。ゴリゴリのこの印象派のその黒じゃなくて紫使うとかグラデーションじゃなくてブロックで描くっていうのは風景の描写には向いてるけど人物の描写には向いてないんじゃないかっていう問題があるわけですよ。ところがルノワールは人物が好きなんですよ、人物が描きたいんですよ。ここがルノワールの悩みどころだったわけだよね。でもちろん風景もルノワール描いてるんですけども、やっぱりこの人はね人物の人だなっていうのはこれかって、モネとルノワールがここで筆色分割を確立したって言われるラ・グルニエールっていうパリの郊外の水辺の行楽地ね、川のとこのみんなが水遊びしに行った、うん、そこを描いた同じ時に2人で行って描いてるんですよ。これモネ、はい、でこれルノワール、これ見ると2人のやっぱり違いわかるでしょ。モネってモネも人も描くけどやっぱり水風景に頑張ってるんだよ。こっちルノワールは結構人物に頑張ってるんだよ。だ同じ時に同じ2人で同じ技法2人とも筆色分割をここでやってこれだっていう思ったこう記念すべき作品なんだよこれ、うん、なんだけどもう2人の方向性の違いってここはっきり出てるんだよね、うん、この人は風景に行くな、この人は人物に行くなっていうのはもうここではっきり出てるわけで、ルノワールはやっぱりこの俺たちが確立したこの技法をでなんとか人物は描けないだろうかって言ってやったらこうやって紫斑が出てますよって怒られてでまたへこんじゃうんですよ、ね、でもちろん売れないんですよ。それでその次の第3回転に渾身の力を込めて俺のこの印象派的技法による人物の集大成っていうことで出した大作がこれだったんですよ。これ結構でかい作品ですよ。131センチから175センチのまあまあでかい作品、これを出してこれでどうですかっていうことだったんですけど、やっぱり反転変ですよって言われて売れなかったんですよ。やっぱりこれも売れなかったんですよ。でところがここに今度また別の救世主が登場するんですよ、はい、これを買ってくれた人が出たんですよ、
でそれは画商じゃなくてですね、画家仲間だ、カイユボットっていう人なんですよ。でこのカイユボットっていう人はまさにこのルノワールがですね、あのカイユボットいいっていうことで印象派展に参加しませんかって誘った画家だったんですよ。でどういう絵を描く人かっていうと、有名な作品が2点ほどあるんですけど、一つはこれなんですよ。この床削りっていう、上手ですよ、はい、この光の表現とか。これぜひ現物見てほしいんですけど、ちなみにね、これオルセー美術館にあるんですよ、はい、で前オルセー美術館でカバネルのヴィーナスの誕生を中国の人がやたら好きだっていう話したでしょ、はい、であの時に俺中国の人になんでこれ好きなのかって聞いたって言ったよね、はい、だ俺逆にその中国の人結構英語もできてインテリの人だったんだけど、逆に日本人はなんでこれが好きなんだって聞かれたんだよ。でえそうって言ってたら、いやここの前は日本人ばっかりいるぞって言われて、それで気にしてみたら確かにあれ でオルセーの人に聞いたの、はい、そしたら確かに日本人に人気ありますねって言ってたよ。日本人これ好きなんだ。これカイユボットっていう人、この人もお金持ちだったで、お金持ちの人でですね、だからこのルノワールのこれ買ってくれたりとか、いろいろこうそうやって支えてくれるどころか、はい、その第3回印象派展ぐらいから展覧会のためにも結構出資してくれてるんですよ。だから印象派展が続けていけたのは、そのポール・デュラン・デュエルとカイユボットの資金援助があったからなんですよ。でこの人はまあ、もう一つ有名な作品はね、このパリの通り雨っていう、これもすごくこの濡れた石畳の感じがよく出ててね、はい、あとこうちょっと変わった消失点が2つある遠近法を使って面白い。これは和田の上司の島崎さんが大変好きな絵ですよ。そうなんですか。島崎さんがお好き。やっぱりだから日本人人気あるんだよ、カイユボット、まあ、こういう絵を描いてた人なんですけども、まあ、途中からね自分ではあんまり絵描かなくなっちゃって、仲間たちをこう金銭的に支える方に行っちゃうのね。で1894年に亡くなるんだけど、その時に自分が今までその買い支えてきた印象派の作品が68点ほどいいのが、それを国に遺贈しようとしたんだよ。だから国にいらないって言われたんだよ。だから1894年の時点でも印象派の一般的な評価ってまだそんなもんなんだよ、フランスの国内では。むしろアメリカでの評価の方が高かったぐらいなんだよ。それでいらないって言われたんだけど、ルノワールが、いやそれはひどくないですかと、これは絶対国でね引き取った方がいい作品ですよって嘆願書を仲間たちを読んで書いて、でようやく何点だっけかな、38点、68点のうち38点だけ国が引き取った。でもそれがあったから後に印象派美術館っていうのができて、でそれがオルセーの元になっていくんだよ。だからカイユボットのそのコレクションがなければ、これだってそうだよ、これだって今オルセーにあるのはカイユボットが買って国に寄付したからあるんですよ。カイユボットがいなければこういう作品はみんなアメリカに多分出ちゃってた。だから印象派の誕生前夜を支えたのは誰だっけ。28歳で死んじゃったパスタ作る時に、あ、バジールバジール、はい、印象派誕生前夜を支えた画家がバジールで、印象派展が始まってからを支えた画家がカイユボットなんですよ。ギュスターブ・カイユボット、名前覚えておいてくださいね。はい、分かりました。まあそんなおかげでこれは今オルセーに、あるんですよね。でまあこんな調子でダメだったんですよ、受け入れられなかったんですよ。やっぱり筆色分割で描いていくのダメだってルノワールはなったね。でどっち取るかになったわけだよ、印象派的な技法を取るか俺が描きたい人物を取るかになった時に、やっぱりルノワールは人物を選んだんだよね。でサロンに戻って、復帰して入選したのがこの作品なんだよ。これこの女の子のとこだけ日本の美術館に収作があるでしょ、はい、これほら反転ないでしょう、もうないです、ね、で黒も使うでしょ確かに。それでもうやっぱりより普通のあれで人物を描いていこうっていうのになっちゃって、
でこれが79年のサロンで入選した作品なのね。それでこれ、まあ、79年サロン入選作でだいぶその印象的じゃなくなってくるんだけど、その2年後の1881年にイタリアに旅行するんだよ。それですっかりラファエロにやられて帰ってきちゃって、はい、それで古典主義の時代っていうのになっちゃうの。アングルみたいな絵描き始めちゃうのある。でそれを経て、まあ、最晩年のあのなんかバラ色の肉体っていうの、あのみんながよく知ってるルノワールの裸体画みたいなのに至るんだけれども、ルノワールはモネと一緒に印象派のその技法の一番特徴である筆色分割っていうのを、まあ、開拓した人だったんだけど、それを自分の好きな人物画になかなか活かせなくて苦労して、まあ、苦労して、まあ、最終的にはこっちの技法を捨てて自分の独自の技法をまた開拓していったっていう、そういう人だったんだよっていう話ですね。そのね、古典的になったアングルみたいなあの裸体が大水浴図とかあるんだけど、はい、AI にやられるらしいんだよ、はい、お見せできないのが残念ですけどね、あのウィキペディアに載ってるから見てください。でその古典主義の時代を経て最終的にそのバラ色の時代っていうかね、バラ色の肉体の時代っていう、もうみんなが知ってるルノワールになっていく。例えば広島美術館にあるパリスの審判とか、この斑点をルノワールが捨てていく過程がよくわかりますよ。でまあカユボットのおかげでこの作品今オルセー美術館にあるんですけど、実はこれもう一枚あるですよ。これが最終的に展覧会に出した131cm×175cm の大きなやつじゃないですか、うん、その前にこの現場で描いた終作、これはだからアトリエで最終的に仕上げたんだけど、うん、現場でムーランドラギャレットっていうね、まあそのいろんな舞踏会とか開かれるカフェですよ、うん、それでこう屋外でこういうパーティーやなんかやる、その現場で描いたより小さい 78cm×114cm、 同じでしょ、はい、このもう一枚あるんですよ。でこれが日本にあったことはご存知ですか。これ1990年にですね大変話題になった、はい、作品なんですよ。あの当時の大昭和製紙っていう製紙会社の斉藤良英さんっていう人がいらっしゃったんですよ、会長の、はい、別名東海の暴れん坊と呼ばれた人なんですけども、はい、その暴れん坊がですね、これ当時に7810万ドル、当時のレートで119億円で買って話題になったんですよ。それが当時のその市場、特に近代絵画のね市場2番目の高値っていうので有名になったんですよ。じゃあ1番目は何だったのかって、一番目も実は斉藤良英さんが買ってて、ゴッホ のガシェ医師っていたでしょ、はい、欧米行ってから面倒見てた精神科のお医者さん、はい、あの絵も2枚あんだよ、うん、あのそのもう1枚を、当時8250万ドル125億円で買ったんだよ。だから1位2位を斉藤良英が買ってたんですよ、そのうちの1枚なんですよ。でその東海の暴れん坊はさ、これの作品ゴッホとねルノワールはね、わしが死んだら棺桶に入れて一緒に焼いてくれって言って大品種を買ったえ、その方は今生きてらっしゃる、亡くなってます。焼いたんですか。焼いてないから。あ、そっか焼いてなくて、バブル崩壊後にオークションに出されて、今も日本にないですよ、2枚とも。バブルの時にそうやってね、日本はね大量にこの高い絵画を買ってね、みんな今出ちゃってる、いいのは出ちゃってるんですよね。そういう作品ですわ。だからこの日本人にとっても、まあ、ある程度以上の年の日本人にとって非常に馴染み深い作品なんですよ。これこのルノワールのムーランドラギャレットっていうとね、東海の暴れん坊って出てきますよ、うん。というわけで、この和田さんのこの斑点は何ですか、はい、まあ、斑点は光です。光ないしは影です。それをこの印象派の筆色分割という技法、それから黒を使わず紫で描くっていうのを、この技法でなんとかこの人物表現をできないもんだろうかと
ルノアールが悪戦苦闘した痕跡ですよこれは、うん、ルノアールってね本当に人生非常に穏やかな人なんですよ。なんか特別なドラマはないですよ。若い頃苦労してで売れていってっていう、もう普通の、それからね、リウマチになってあれしても手に筆縛りつけても描き続けたみたいな、本当に画家としてまっとうなあれなんだけど、ルノアールなりの苦労っていうのがあったんだよっていうのをこの作品を見てね考えて